専属品にはルールがあった。他の人から見ればそれはがんじがらめの校則に見えるかもしれない。ですが、専属品と主の関係は人間の婚約以上の意味を持つのです。あなたがご主人の二人目の専属品ね。はい、名はアリシアと申します。位は最上級神序列10位。神の種類は無限の神。種族は神聖エルフ族です。うん、やっぱりすごく優秀な子ね。これから頑張りましょうね。はい、メリア様とパト様に一生ついていきます。それじゃあアリシア、専属品のルールを説明するわね。絶対に忘れちゃダメよ。了解しました。まずは専属品とは何かを再度説明するわね。専属品とは、神王以上の神に仕える、主だけに従う神のことです。本来、自分より下の位の神には誰でも命令できるのですが、専属品だけは、他の神の命令には絶対に影響されません。つまり、専属品に命令できるのは、その主のみ、ということです。そして、その専属品は主の位によって立ち位置が変わります。例えば、私たちの主、パト様は帝王神候補、つまり私たちはその格下になる、神王、より立場は上ということになります。注意するのが、同クラスの帝王神候補より格下になるので、そこを間違えないように。あと、これは知ってると思うけど、一度専属神になると一生解除はできないわ。専属神とは一生あなたに従うという誓いの証。スパイや裏切りなど絶対にあってはいけません。専属神は絶対に死なないのですが、虫が死ぬ、もしくは主に5回連続で死の命令をされたら死にます。主と一心同体ということですね。あと、もし主に反抗、攻撃をした場合、体内エネルギーが暴走し、激痛が走ります。暴走しているので、うまく力を使えず、体内爆発の可能性もあるので絶対に主には反抗してはいけません。そして最後に一つ。一人の神につく専属神は10体までと決まっています。つまり、誰でもいいわけではありません。最も優秀だったり、かなりの信頼関係があるなど、かなり厳しい判定のもと選ばれます。と言っても選ぶのは主と専属神リーダーの私ですけどね。以上、これが専属神の共通ルールとなります。共通ルール、ということはまだ他にルールがあるんですか？ここからは専属神内の地位とその地位による名約を説明するわね。専属神の中で1級、2級、3級の3つの位が存在するの。1級は専属神のリーダーで、2級以下の神に主と同じく命令ができるわ。だけど、1級は主の戦闘能力に反映されるから主の戦闘力を超えることはできないの。あと主が死んだら専属神も死ぬって言ったけど、それで死ぬのは1級と2級で3級は影響されないわ。これで全部ね。何か質問はある？今は2人しかいないけど、私の位はどうなるんですか？2人しかいないんだから、私が1級、あなたが2級よ。そうですよね。今後、専属神は増えると思うし、今のうちにしっかりしましょうね。はい。法則が二度もつくと思わないでください。そうか、だからどうした？そんなこと俺が知ったところで関係ないだろ。それが精一杯の抵抗なんだろ、メリア。かわしたか。私がご主人に勝てない要因が3つある。1つは、祖戦闘力が負けている。まずい、目が追いつけてない。おいおい、かわしてばかりだとつまんねえよ。2つ、能力の完成度で圧倒的に外に劣っている。私が反射できない法則を組み込んできてる。そして3つ目、専属神の契約でご主人に攻撃はできない。これは攻撃に敵意があればアウト。これでご主人の周りだけ別空間を。隔離系でも攻撃判定に入るのね。まずいな、私の中で一番相性が悪い。攻撃できない、守備は突破される、能力も負けている。ここまで絶望的な状況は初めてね。間接的な攻撃でも、ご主人に敵意のつながる攻撃は全部アウト。どうした、もう終わりか。言っただろう、お前では俺には勝てないと。たった数分でお前は俺にかすり傷一つ与えられないんだ。そうですね、今のままでは確かにご主人を倒せません。次元感がない今、ご主人を止めれる可能性があるのは私だけなんですから、出し惜しみをしてる暇はありませんね。どうするつもりだ？現時点で私はご主人に勝てない3つの要素があります。
それを全部取り除く。やれるものならやってみろよ。お前の最後の姿だ。どうせなら全部出してから消えろ。はい、天候の引き道具。我が力を分けたナナスの防具よ。今我のためにその力を我に与えよ。さあ、姿を現せ、天候の引き道具。我の命に応えよ。最後の防具、秩序を司る剣、コスモス。さあ、これで条件を整えましょう。まず、この防具で専属品のルールを強制解除。これでご主人に攻撃ができます。そして、もう一つ、全知全能で戦闘力の限界突破を行う。戦闘力、能力、ルール全部取り払いましたよ。さあ、私の全力を受けてみろ。チェックメイト。なるほど、専属神の契約を無視する方法があったのは驚いた。しかも一時的にとはいえ、俺の戦闘力を大きく凌駕したのも賞賛ものだ。だがお前は忘れてはいないか。俺は何を司る神か。法則。あらゆる法則を支配し、我が物とする絶対的な力。たとえ、俺から次元眼が消えようが、お前が俺を超えて攻撃を仕掛けようが、全く関係ないんだよ。なんで？ずっと言っていただろう。お前の能力の完成度は俺に程遠いって。お前がどれほど戦闘力を上げようが関係ないんだよ。お前は一つも俺が知らない法則を持っていないんだからな。そっか、秩序を操作してご主人の反射を突破できると考えていたのですが、そう簡単には突破させてくれなかったみたいですね。さて、まだネタがあるなら全部披露しても構わんか。もう、戦ってどうにかできる問題じゃありませんね。どうする、何もなければ俺はお前を消すが。もう、どうせ勝てないなら、どうせこのまま壊れたままならいっそ。それじゃあご主人、私の最後のわがままを聞いてもらっていいですか。ああ、言ってみろよ。私を抱きしめてくれませんか。ずっと憧れだったんです。普通の恋人みたいに、手をつないで、腕にくっつきながらお出かけする。それで、こっそりキスをして、抱きしめてもらって、愛を囁いてもらう。おかしいですよね、神の頂点の私が、こんなことを望んでいるんですよ。それも他の誰でもない、ご主人、あなたにしてもらいたかった。でも、どうせ叶わない夢なら、最後、私に夢を見させてくれませんか。メリア。やっと、この場所に入れました。この14年間、ずっといたかった場所。どうせ、届かない思いなら、ここで聞いてください。ずっと前から、あなたのことが、好きでした。メリア。私を消したいんですよね。いいですよ、あなたがそれを望むなら。私はあなたのもの、好きにしてください。なんでだろう、壊れていた感情が一瞬確かに収まった。それはこんな壊れた俺に対する行為が原因だったかもしれない。メリア、俺は。でもごめんなさい、ご主人、私は、あなたを救うまで死ぬわけにはいきません。え？呪法封印。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。